ゴー、あー、おはこんばっち、8チャンネル始めていきます。今日はマイライフ王子の続きやっていきたいと思います。今日は現在出てるミッションを確認していきましょう。年間ミッション地球を選べ、シーズン中にファーボールを40個選ぶということで、現在8個、これは達成できるか正直わかりません。そして金徳ミッション一塁を駆け抜けろ星5、こちらは青徳ヘッドスライディングの上、気迫ヘッドのミッションになります。期間中に内野安打を合計20本打つということで、前回3試合で8本も打ちました。おそらくセーフティーバントで達成できると思います。早々達成して気迫ヘッドゲットしちゃいましょう。ということでね、今日は交流戦が始まります。9試合回すので頑張って気合を入れてやっていきたいと思います。最高おじい、打順変更で1番にやってきた。さあ行こうぜ、やろうぜ。それ、あ、来た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 、これは絶対セーフ。オッケー、うまくいった。1発目、ゴー。いやー、牽制される。うわー、惜しい惜しいな、今セーフじゃなかった。さあもう一個行こう、もう一個、1日1個じゃ物足りないぜ。これはちょっと捨てる。よし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 、うまい、来た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 、よし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 、さこい、ゴー。あー、やべえな、牽制死しまくるな。せっかく内野安打はできてんのに、こいや、ハイボール、よし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 、しっかりとね、しっかりと転がしていこう。来た、あー、これはダメだ、これはダメだ、これはダメだ、えい。いやー、ランナーがいてくれるとね、送りバントにもなるからいいんだけど、ランナーがいねえな。そして左打席に変える松井裕樹さん。いやー、インハイは一番ダメだよ、難しすぎるだろバントすんの。インハイはやめようぜ、インハイはやめよう。松井裕樹さん、来い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 、インコースはやめろって言ってんだろ。うわ、完全に松井さんにやられたわ。うわー、どうだ、よし、とりあえず勝った。バント警戒されてたのかな、そういうわけではないのかな。まあシフト的にはね、バント警戒とかされてなかったんだけれども、単純にインコース攻めはやられた。おっと、柳さんですね。 OK、変化球苦手だった気がするな。最高、もう一回、もう一回、送りバントはできないからね、一番バッターはね、最初なので、しっかりとバントをしていく。バントシフトにはされていない。よし、どうだ、これ際どい、いやー、際どくねえな、際どくねえな。バントシフトされてもいないのにバントが連続で失敗している。ワンチャンフォアボールでもいい。いやー、入ってくる。いや、振ればよかったなと思ってたよ今、ミスった。もう一回しっかりと、いや、これはいったっしょ。いやー、嘘だろ。てかさ、ヘッドスライディングしないの、すれば余裕でセーフだっただろ今の。うまい、これはいった、これはいった、確実。よし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 、せーの、いった、よし、オッケー。もう一打席あるか、来た来た来た、あ、最悪送りバント、最悪送りバントで。いや、松井裕樹さんめちゃくちゃ内角攻めてくるじゃん、内角攻めないだろう、危ね。ゲッツーシフト、オッケー、うまい、来た来た来た、内野安打、オッケー、よしよしよし、いいね、この試合も2つできたかな。よしよしよし、今日はこれで4つめ、あと8個か、あと8個いける気がする。早々終わらせよう。 OK です、よしよし。では麻雀したいと思います。まだね、町の麻雀にね、麻雀場っていうのかな、入れないんだよね。さあ第3戦今日は9試合やるから長くなるぞ。さあ行くぞ、
またまたバントで斉藤さん待って、まずは打席変更してミートして、でいい球、いいよ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 、来た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 、オッケー、さあ走る、いった、外される、あ余裕でアウトや、なんで余裕でアウトだとヘッドスライディングするんだろうな、おじ際どい時にヘッドスライディングしてくれるんじゃないの、おじ、そう2アウトだからな、これ結構嫌だね、ダメかダメか、もっとライン際に、さっきうまかったな、さっき綺麗だったね、できればねワンアウトノーアウトでランナーいてほしいのだが、なかなかいないね、よし来た、これはハマった、よしさあおじいが見せるぞ、ランナーがいねえな、これは負けですね、あぶねえ、よく引いたよ、よく引いた、おいバントバントされてんのにバントあれなってないっていうね、さあノースリー、あファーボールでもいいな、オッケー、せーの、いった、オッケー、よし、まあ負けでしょう、しょうがない、惨敗だけれども、おじいがよくね2安打、また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 ね送りバント、いや送りバントできてねえや、内野安打を決めていくスタイル、また麻雀したいと思います、麻雀で遊ぶおじい、スキル上げていこうぜ、そして移動して商店街行ってみたいと思います、特に何か用事があるってわけじゃないんだけれども、商店街でブラブラしていく、オッケーオッケー、お給料が入る16億すげえじゃん、商店街またまた行きましょう、商店街レベルをね上げていきたいんだ、おじいは、あ麻雀のところって雀荘って言うんだわな、はいはい、珍味などいらん、ということで今度は日ハム戦頑張っていこう、優勝しようぜ、交流戦もさあやっていこう、草加だと知らんな、225、いやいいところ、バント行けたかな今な、よしこれはいったでしょ、 OK ゴーいった、 OK 余裕でしょう、さあ早速内野安打できた、ああこれは最悪送りバントにもなっていいから攻めよう、おい惜しい、いやバント警戒されてるね、バント警戒されてるね、ゲッツーシフト OK、 ここで決めろ、よし来た来た来た、オッケー、また2本、いやーいいよいいよ、調子出てきたよ、おじ三塁三塁だもんね、いやーさっきこれだったらよかったかもしれない、さっき送りバントで今内野安打が欲しかったな、いやおじ調子が出てんのか出てないのかがわからねえ、追い込まれて危ねえ、さあ2-3 2-3、フルカウント、うまい、これは来た、これは来た、よし行く行く、ゴーいたー、外される、いやアウトか、いやー今アウトか、大丈夫大丈夫、盗塁がちょっとねうまくできてないね、インハイはやめよう、バット、いやーインコースはやめろ、いいコースめっちゃ投げてくるじゃん、いやー切れる、いやーもったいない、勝ったけど内野安打が3つですね、カウントダウンだろもうこれは、よっしゃーいいぞいいぞ、あーゼフ長これどうなんだろう、内野安打丸は発動してんだよね多分ね、またまた商店街行きましょう、麻雀は地元でやるべきでしょう、5万の出費からのアイアおばさん来るか、来ないな、さあ行くぞ、さあ打つぜ、またまた打つぜ、高梨さん絶好調、ミートちっちゃ、来た来た、よしオッケー、やるね、いやおじいセーフティーめっちゃうまいじゃん、いけるじゃん、ガンガンいけんじゃん、おじい、ああ調子乗るとこうなる、
教えておじ、いやーボール球だよね今ね、やべインコースだったし、うまい、これはいった、これはいった、よし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 、走る、いた、よっしゃ、オッケー、おじい絶好調だな。いやサードに取らせる内野安打が非常に増えてる気がする。ピッチャーよりもやっぱサードなんだね。もっとライン際に転がせば。これは無理、インハイはマジ無理、来いよインハイはやめろ、インハイはやめろ、松井裕樹さんみたいだな、来いや、いやでもいったろこれも、よしいいよいいよ、あっとめちゃくちゃ投手戦やないかい。もう一丁もう一丁、やべ、いやーもったいな、もったいな、完全にやっちまったじゃん。どうなるどうなる、うい、あ送りバントでもね最悪ね、よしよしよし、こういうのを待っていた、こういうのを待っていたぞ。いやでも切れない、切れた、惜しい、いやバントシフトになってるよ、バントシフトはまずいな、おじサードが取って、もうこれはしょうがない、いやー負ける、マジかよ。これで内野安打いくつ目だ、結構な数やってるからもしかしたら終わるか、あと1か2そんくらいじゃないかな。10回の犠打、あざっすよっ、おバントの経験値、そうだ、来た、やった、早っ早っ、一塁を駆け抜けろ、早くもクリア、これまたね、どこだっけ、神宮か、神宮で試合ないと受け取れねえんだよな。そしたらバットとかを付け直したいと思います。松井バット、スチールスパイク、オジーモデルグラブ、これで完了です。能力研究所行ってみたいと思います。ミッションが終わったので、これで受け取ることはできないんだけれども、新しいのをねチャレンジすることは多分できると思うので、早急へ来た、今度はこっちのミッションだわ、なんだっけ、なんてやつだっけ、忘れちった。さあミッションだけスタートさせよう、ストライク早急、あスト走か、オッケーオッケー。ということで内容を確認すると、期間中に野手出場した試合合計10回捕殺を記録する、これはまあセカンドだからね、多分機会はある、大丈夫でしょう、頑張りましょう、勝負、ホームラン勝負、 OK、 あ待って、おじ絶不調だよ、マジか、大丈夫かな、いけるかな、さあ打っていこうぜ、1番バッター変わらずだったね、4番にまた戻したい、待って矢蓋さんってなんか結構嫌だな、対左 F はいいけど変化球が嫌だな、高速シンカーか、こいや、うえい、でカーブ系なんだ、スライダー系なんだ、カットか、来いよ、よっしゃ、いやーダメかダメか、いやーこれ絶好調、いや絶不調じゃなかったら多分スタンドインしたんだろうな、それぐらいのいい当たりだったもんね。うわーこれちょっとバントしよっかな、バントしよっかな、おじいの今日のバントいいぞ、さあ来いや、おいゲッツーシフト、やべ、いやーっとマジか、足がある、さあゴー、いく、走る、さあおじい今日はね強振がねこの試合が初だから、ちょっとバントばっかしまくってて難しいかもしれない、打て、しかもね絶不調っていうところがもったいないよね、やばい、マジかよ、やばい、マジかよ、どうしたおじい、どうなるどうなる、とりあえず一歩打っときたい、入ってくるよな、おい、ゲッツーシフト511、来いよ来いよ、甘い球来いよ、走らないだろ、走力いいなんだから、うん今スライダーだとは思ったが高さが合っていなかったからやめた、来た、よしとりあえず抜ける、抜けないの、マジか、
マジか。東京ドームが空調効いてるだけで、やはり他の球場は空調が効いていない模様。いやーカーブ 4-0 はまずいぞ。はい、カーブいける、いける、おじいならいける。まずはヒット1本カーブ。うわー難しいな、やっぱ絶不調だとな。おい、さあカウントは 2-2 で、 2-2 からどうだ、超えろ、抜けろ、よし。いや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 、もう足が止まってただろう。おじいもう進みたくてしょうがないもんな。オッケー、とりあえず1本、よしよし、もう1本ある、もう1本ある、よし、いいよ、よし。いやー岡本さんとの勝負、ホームラン打てなかったわ。せーの、いった、当てる、はい勝ちです。圧勝、岡本さん2本、そりゃ勝てねえわ。どうだったんだいと岡本さんに聞く前にもう負けが確定しましたね、残念ながら。いやー悔しい。いくらだっけ出費、2本。いやさすがですわ。まあ調子が上がってればね、2本など余裕なのだが、そしてここで移動かな、移動してソフトバンク戦、地元に戻ってきたぞ。まだ調子が上がってないからな、でも空調弾打てる気がする、最高。打とう、まあおじい、うわ6割切っちゃってるんだね、そっか、バントしまくってて6割切っちゃってるんだ。いやーここからはまたオール強振でいきたいのだが、オール強振でいきたいのだが、ちょっとどうなってるんだ、どうなってるんだ、しっかりと打たせろ、しっかりと打たせろ、ういういうい、いいよ、キャノンだよね、肩ね、はい、ファーボール、オッケー、キャノンから盗塁する、外されて、いや、言い方してるわ、オッケー、さあ、まだまだ打つぜ、物足りぬ、いや、打ってねえんだよ、この試合、さあ、どうする、どうする、よし、ヒット。よし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 、またヒット継続中、回る回る回れ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 、回んねえのかい。さあおじい打つよ打つよ、モイネロ打つよ、チェンジアップだー、チェンジアップあったかい、よし狙え、うまい、よし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 、いいねいいね、こういうヒット好きだよ。都合がソフトバンクにいる、せーの、いったー、外される、余裕でアウト。いやーさすがキャノンの肩やな、あー終わった、まあいい、勝利をした。いやー絶不調だとやっぱ打ちづらいね。 OK です、いいでしょう。さてとこれさ、捕殺とか言われてないから、失敗とか言われてないから、まだエラーあれしてないのかな。お、してるじゃん、結構してるじゃん、あと8試合で6個、あれストソー結構余裕だったりする、いけるいける、さあ行こう、オジー絶好調である、いや絶不調だ。さあ連続安打を継続しろ、これはいったかいったか、空調弾、あーさすがにいかないか、さすがにいかなかったか。うわーっと得点圏で打ちたい、得点圏で打ちたいマンおじいである、足遅いからな、タイムリーは厳しいかもしれないね、シングルだと。対左 F、 いやー悔しい、三塁にも行かないこの辺りで、やばい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 、とりあえず1本打とう、はい、とりあえず1本打って連続安打を継続させていきたい。これは渋い、オッケーラッキーで二塁に行っちゃう、おじい、あーっとこれが暴走である。いいいいタイムリー打てたし、一歩打てたし、いやいなくなってめっちゃ出んじゃん、いやダメだなダメだな、まあまあまあ一歩打てたからいいや、もうないだろう打席は、はい勝ちました。さあ打順変更のね、そろそろ電話したいなと思っているんだよな、おじい。そろそろ電話させてくれ、工藤。うえい。え？早くない？え？
今の試合6個も粗相したの。マジかよ。はいや、高速すぎて。うわ、北海道行くの来年なんだけど。はや。では監督に電話したいと思います。長野監督に打順変更の引退しようかな。打順変更のお願いしましょう。また4番に戻ります。おじいはやはり4番、最弱であり最強のおじい。そしてこれさっきちらっと見たんだけど、すごいよね。まさか11個も粗相終わってたとは。さっきの試合合計7個も捕殺したってことだよね。すげえわ、革命だわおじい。早くな金徳受け取りに行きたいよな。特に粗相は時間かかるよな。神宮はまあすぐにね、同じリーグなので行けるとして、ストーソーあれは厳しいだろ。待って待って、単純に危ねー、余裕で追い込まれたもんな。いやー、見てしまった、手が出なかったのか。見てしまった、完全に。こいや、さっきの仕返し、うい、空調があるからよく飛ぶぜ。なおファール。チェンジアップあるんだよね、そこしっかりと打っていきたいな。うい、全然合ってない、全然合ってないぞ。来いよ、うまい。これは頭を越す。うわ、危ねえ、上林さん危な、超絶プレー見せた。さあもう一本打とうか。さっき取られそうだったね。よし、これはいった、これは空調弾やろ。 OK。 いやー、今日初ホームランか、もしかして。そうだよね、ずっとバントやってたもんね、セーフティー狙って。で、絶不調だったから全然打てなかったけども。さあターニングポイント、うわー、打ちてー、超打ちてー。これは本当に得点圏で打てるか。うわお、マジ岡田が出たな。閉店ガラガラ、よっしゃー、オッケー、同点。わー、なぜ回らん。そう、ゴー、いた、外されない、オッケー、勝ち。これおじいでしょ、間違いなく。オッケー、いや、行ったね。これはおじい絶好調や、ほんと絶好調や。絶不調だけど早く調子上げてけよ。ということで交流戦、これで前半の9試合が終わった。今日はちょっと長くなってしまったと思うので、いやー、ミッションは盗塁王は休まない。何これ、7試合で連続、すげえじゃん。そんな連続で盗塁してた、全然気づかなかったわ。青バットはやらん。元祖神主打法の異様、あー、まあ神主打法の異様、これミッション星4なのでこっちやりましょうかね。これだったらホームラン2本プラスツーベースで合計10塁打なので多分簡単にいける。なお調子は早く上げていけ。大谷くんがおごってくれだと。大谷くんの方が年下なんだ。いや、あざーす、しょうがない、あざーす。ではマージャン行きたいと思います。マージャンファイトクラブだろうな。ショッピングモールがあるとね、ジャンタク買えるんだけど、マージャン行きましょう。ジャンタクを買いたいのだが、お、来た、そろそろ4人マージャンに挑戦してみようかな。やった、これでいけるようになったのかな、まだいけないのかな。ということでこれは地元かどっちだ、なんだい。あ、5月が終わったので、いや、ここまでこのシーズンめちゃくちゃ濃いけどね。21勝3入ってやばい。はい、諸田で駆動、アザース駆動、よっしゃ。いや、嬉しいですね、千里、ハグハグ。よし、調子が上がる。またまた麻雀行きましょうか。多分麻雀あそこ行くと金取られると思うんだよね。金取られても正直いいんだけどさ、早く自家用ジェット30億貯めたいのですよ。
ということで、まさかの金徳同時に2個終わることができました。ヘッスラはね、今日予定通りだったんだけど、まさか早々まで終わるとは思わなかったわ。ちょっとびっくり。ということで、子宮選べ、こちらは10個になりました。あと30個。難しいね。ということで、また次回のおじもご期待ください。バイバッチー。